はい、決まり決まり。笠原さんいいの？このままだと西村さんに高田くん取られちゃうよ。別に私はそんな。よく考えてみなよ。これって高田くんとペアになれるチャンスじゃん。じゃあクラス委員はこの二人に。先生、私もやりたいです、クラス委員。クラス委員は2名までだから、3人で話し合って決めなさい。西村さんはいいわよ。クラス委員は私と高田くんでやるから。でも、お？私がここでやらないと高田くんに面倒を押し付けることになっちゃう。ペアの座を渡すつもりはないってわけね。っていうか、クラス委員の仕事って意外と大変なのよ。どんくさいあなたにできるわけないじゃない。ごめんね。いや、高田くんじゃなくて、今、ま、のは西村さんに言ったの。え、そうなの？でも西村さんにできないなら僕にはもっとできないな。頭悪いし。なんでそうなるのよ。誰でもいいっつーの。そうそう、西村と笠原がやったらいいんじゃねえの。あいつら、その手があったか。ダメよ。え、